ポップサーカス、ポップサーカスは、大阪府大阪市中央区に本部を置く日本のサーカス団。1996年に設立したサーカスエンターテイメント集団、及びそれを管理する会社の名称である。ポップサーカスのポップとは、パースュート・オブ・プレジャーの頭文字から引用され、楽しさの追求という意味を持つ。主にサーカスの巡回工業を行っており、 一つの公演地での公演は約2ヶ月である。各国のサーカスアーティストパフォーマーと契約を行っている。2020年2月15日から4月12日まで、栃木県宇都宮市で公演する予定であったが、日本政府の大規模イベント自粛要請を受けて、同年2月27日以降の公演を中止した。世界14カ国から集まっている団員は帰国することもできずに、 宇都宮市の道の駅宇都宮ロマン、チック村で足止めされており、公演再開を待ちながら日々練習を続けている。長期の公演中止は東日本大震災による休止以来二度目であり、新型コロナウイルス感染症による休止は東日本大震災の時よりも長期化している。ありがとうございます。